小西シータの日替わりラジオコント、気になる。おお、こんなとこにでっかい木立ってる。知らなかったなぁ。この木なんの木、気になる木。気になる木。誰？木ですから。木って、歌うめんだ。スポーツ天気ハイライト。続いてはスポーツ天気ハイライトです。ゲリラ豪雨がハットトリックを決めました。東京都民との対戦が繰り広げられた今日、ゲリラ豪雨は4つの区でピンポイントに豪雨を決め、見事に都民を濡らしました。 CM の後は通常の天気予報をお送りします。爪。だからお前は爪が甘いんだ。そんな。今回は俺がやっといてやるが、次からは。ですか。あ？いつ舐めたんですか、僕の爪。舐めとらんぞ。僕の爪甘いんですよね。爪ってそれじゃない。砂糖の甘さですか。蜂蜜ですか。もしかして果物の缶詰ですか。腕を掴むな。部長の爪は何味ですか。誰か来てくれ。舐めさせてください。下手すぎる人。何があったんだろう。あ、そうだね、お嬢ちゃん。なんで泣いてんの、なんで泣いてんの、理由があるから泣いてんの。はい、なんで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 。大問題。ででん。え、何？俺とお前は友達ですが、俺はお前に10年黙っていたことがあります。それは何でしょう。クイズなの？ね。1、お前の妹と付き合っている。え？ 2、あ、選択肢ね。お前の姉ちゃんと付き合っている。3、お前の姉ちゃんが本当は兄ちゃんなのを知っている。え？はい、どれだ。この中に正解があんの？ある。複数回答か。複数ある可能性があんの？